こんにちは、戦車猫です。今回は、ロブロックスで iOS 向けの T シャツの作り方を説明します。まず、サファリなどで roblox.com と検索します。ブラウザで続けるを押します。最初はログインとかあるから、大人の人に頼んでね。次に制作を押します。これだとできないので、青タップ、デスクトップ用ウェブサイトを押します。下にある T サイズを押します。そうすると、こういう風な画面に切り替わるので、アバターアイテムを押します。アセットをアップロードを押します。今回は、ロブロックスのロゴで作ってみます。右下の選択を押します。名前は何でもいいです。アップロードを押して、T シャツに画像がついているのが出たら成功です。ロブロックスアプリに戻ってみましょう。追加されていますね。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。